皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。毎回素晴らしい音楽と、楽しいトークをお届けするこの番組ですけれども、この夏、暑い夏にぴったりの、今日も素敵なお客様をお招きしております。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。それでは1曲目どうぞお聴きください。改めまして、今日のゲストは、ハープバイキキさんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に涼しげな夏にぴったりの良かったです。素敵な歌、曲、ね、曲でした。ありがとうございます。ハープっていうのは大きいハープをイメージする方多いですけど、はいね、はいはい、これは何っていう種類ですか？アイリッシュハープっていうんですけど、アイルランドですとか、あとイギリスのスコットランド、ウェールズ、そのあたりで古くから弾かれてたハープで、いや一般的にはケルトハープというふうに呼ばれています。はい、でもなかなか珍しいですよね。そうですね、はい、まあ
いわゆるハープっていうとグランドハープですので、その、前身というか進化する前のタイプなんですね。でグランドハープっていうのは、もっと弾きやすいようにいろんな調ができるようにですね、工夫されていて、これはちょっと限られた調しかできないですけれど、はい、なんかこう先ほどちょっと動かしてましたけど、はい、ここに貼ってあるのはピアノでいう発鍵の部分だけなんですね、はい、で、シャープをこう上げると半音上がる。でグランドハープはそれがペダルでペダルも、はいはいはい、できないけど、これはもう手動で古めかしいハープです。じゃあ結構難しいんですね頭使うかなっていう感じですね、はい、そうですか、はい、1曲目の曲がオリジナル曲っていうふうに聞いたんですけども、はいはい、はい、私のオリジナルでモーニングシャインっていう曲で、モーニングシャイン、はいはい、朝の、まあ、輝きというか、はい、創世記の一章から、神が光をあれ、と仰せられた、すると光があったという、うんうんうん、御言葉から私がまあ、インスピレーションを得て作った短い曲なんですけれど、よくコンサートなんかでオープニングとして使っています、はい、でこう例えば朝ね、こうカーテンを開けた時に、うん、太陽が出てて、それで木のね葉っぱの間から木漏れ日になってキラキラしている、うん、そういう輝かしい朝こうやる気が出るような曲と思って作りました。いや本当にねキラキラした感じが、ありがとうございますしました、はい、はい、で続いて賛美歌ですかね。そうですね、これはアイルランド民謡のメロディーが基本になってるんですけれど、はい、思えば、昔イエス君というね賛美歌なんですけれど、これはもう日本には、明治時代から実は入ってきて、結構じゃあ古いんですね。そうですね、で春の日の花と輝くっていう題名の曲なってまして、音楽の教科書にも出ているので。あ、そうなんですか、はい、お年寄りの方とかも、あ、これ知ってるっていう風に言っていただけるので、はい、よくコンサートの中でね演奏させていただいてます、はい、やっぱりね古くから伝わる、なんだろう、賛美歌とかもやっぱりいいですね。そうですね、うん、最近は、はい、ね、ワーシップとかいろんなのありますけど。そうですね、で意外に賛美歌はアイルランドのそういうまあ、有名な、うん、伝承曲です、民謡ですね、はいはい、が元になっているのがいくつかありまして、あとアニーローリーとか、はいはい、あれも聖歌として歌われてますし、あと後で演奏しますけれどロンドンデリーとか、はい、ダニーボーイっていうね曲になってる、あれもこの世の元々は、ね、そうです、アイルランドなんですね、民謡曲というか、はい、そうです、やっぱり明るくて覚えやすい、はい、曲なので、うんうんうん、やっぱり賛美歌としてこう取り上げられたんではないかなと。なんかお店のね終わりの時間とかにも流れてきますよね。それは蛍の光蛍ではなく賛美歌でも確か、そうなんですか、はい、うん、知らない、うん、そうでしたか、はい、そうなんですよ、あれかな、ロンドンデリーとか、ロンドンデリー、うん、あ、そうですか、はい、ハープはもともとどういうきっかけで出会ったんですか。はい、ですね、私がクリスチャンになったのが10年ぐらい前なんですけれど、まあ、その時は実はフルートを吹いていたんですね。あ、そうなんですか、はい、もともとフルート。そうですね、まあ、小さい頃から5歳ぐらいからまあピアノを弾いて、はい、いたんですけれど、まあその当時はちょっとフルートを吹いてもうバッハを極めたいという感じで、すごく、まあ、自分で言うのもなんですけど勉強して、はい、吹いてたんですけれど、で、まあ、教会ではオルガンの奏楽と、あと、まあ、特別な機会にそういう、うん、フルート、うん、カンタータとかですね、うんうんうん、はい、そういうのを吹く機会を与えていただいてやっておりまして、あと外部奉仕として施設とか病院とかにも行くことがあったんですね、で、そのような時はフルートって一人じゃできないですよ ね、 すね、伴奏者をね、お願いしてピアノとかのね、はい、伴奏の方と一緒に行くんですけれど、その会場にピアノがないとできないですよね、はい、ないって言われるとお断りするとか、はいはい、あと、まあ、ピアノの方の都合が悪いとお断りするとか、はい、まあ、いろいろ難点があって、そういう時は、まあ、私が自分でピアノを弾いて
って録音してカラオケにし て行ったりしたこともあったんですけれど、やりづらいんですよね、やっぱり、ちゃんとあの一緒にアンサンブルとして成り立たないので、すごくこう自分の中でやりたいことと限界みたいなのをこう感じて、あのそういうコンサートとかではなくって、もっと個人的に例えばあの病気の方を訪問したり、こう静かにね賛美歌を弾けるような、なんかそういう楽器があったらなって思ったんです。持ち運べて、あとこう電気のコンセントが、ね、いるとかそういうのでもなく、もうあの何もいらなくていける、なんかそういう気軽な楽器があったらなっていうのを祈って、祈ったら示されたのがアイリッシュハープだったんですね。はい、でも、ね、詩編の中にも盾ごとを持って主を褒めたたえよとかね、はいはい、いっぱい出てきて、あの本当にふさわしい楽器だなって私も、あのその時思ったんですけれど、あの実はアイリッシュハープってあの街の楽器屋さんに行っても置いてないんです。置いてないですよ、はい、めったにないので、見たことないです。そうですね、はい、あのもうあとはあの個人輸入とかでもういきなり触ったこともなく、あの、まあ、取り寄せるっていう方法しかなくて、はい、もう賭けみたいな感じだったんですね、もう触って選べることもできないので、で、まずそんな、まあ、安いものではなかったので、弾けなかったらどうしようっていうのもあったんですね、はい、買ったはいいけれど、はい、でもあのきっと大丈夫なんじゃないかって、なんか変なあの、あの導かれてたんですね。そうですね、があって、まあちょっとじゃあ取り寄せてみようということでね、はい、はい、取り寄せまして、そしたら本当にあの自分が求めていた音だったんですね。あ、これでやりたいっていうふうに思って、はい、であとあの私はあのピアノをその5歳から弾いてたのと、あと中学高校時代はギターの弾き語りをしてたんですねじゃあもう本当多彩です。いやですので、あの弦には慣れがあったので、抵抗がなかったなかったんですね、で、あの正直すぐ弾けるようになりまして、はい、で今に至っているということでした、はい、そうですか、はい、で次はもう弾き語りで歌いながら弾いてくださるということで、はい、次の曲はごめんなさい、ロンドンデリーとダニーボーイという題名がついてますけれど、はい、この世の波風騒ぎという賛美歌を演奏して弾き語りでお届けいたします。じゃあよろしくお願いします、はい、thank you。
私は、自分の家族にもまた親戚にも一人もクリスチャンはいなかったんですけれど、小学校の時に、家の近くに教会がありまして、遊んでいる時にね、こう教会の前にこう看板があって、日曜学校何時からっていうのを見つけたんですね。で、私は小学校の時とっても学校が好きで、日曜日に学校がないっていうのがちょっと持て余してたところがありまして、でその日曜学校っていうネーミングを見て、なんて素晴らしいんでしょうっていうふうに思って、日曜日に学校があるんだっていうことでね、お友達を誘って教会に行ったのが初めてでした。はい、それでとっても教会好きになって、賛美歌を歌ったり、またこういう小さいカードをねくださって、それを、暗唱聖句をね覚えたりして、覚えるとまた次に次回また新しいのをくれるっていう、なんかそういうのがすごく楽しくて、ある時私は母親に教会楽しいからクリスチャンになりたいっていうふうに言いましたら、反対されたんですね。でその時初めて、あ、ダメなんだっていうふうに思って、ちょっとびっくりしたんですけれど、でも自分の母親が一旦ダメと言ったことを覆すことは絶対にありませんでしたから、もう子供心に、あ、これはダメなんだと思って、もう本当にすぐ諦めてしまいました。で諦めると本当にもう教会にも足が遠のいてしまって、行かなくなってしまったんですね。でもやっぱりその時に覚えた主の祈りですとか、そういった暗唱聖句っていうのはやっぱり心のどこかにずっと残っていたんじゃないかなって今でも思います。それでもう何十年も神様とは無縁の世界というか、そういう暮らし方をしてたんですけれど、30代になった時に私の両親が次々病気になりまして、で肉体的だけではなくて本当に精神的にもこう崩れていくありさまを自分は目の当たりにしまして、本当にこんなにしっかりしてた人たちが老いるっていうのはこういう現実なんだっていうのを見ました。それですごくまだ自分は若いけど、でもいずれはやっぱり老いて、そしてその先どうなるんだろうって考えるとすごく不安になって、で母たちもちょっとこう、とても不安に過ごしていて、そういうどうしようもない現実の中に一緒にいましたら、私自身もこう少しずつこう病んでしまって、体調も不良になってしまって、もう何もできなくなってしまった時期があったんですね。でその時に自分をこう奮い立たせてくれたのが、やっぱり音楽の、私にとっては音楽の力でした。先ほども申し上げたんですけど、フルートを吹いてバッハを特に好きで演奏してたんですけれど、でその時にもう自分がこう
なんとなく元気になるのはそのフルートを吹いていた時間だったんですね。それでそのバッハの音楽の中に何か見えるこう輝きとか、それから希望とか、わからないんですけれどそこに何かがあるように感じられて、これは一体何だろうっていうふうにこう自分の中で追求していった、それが今に至った初めなのではないかなと思うんですね。でその時に小学校時代に行っていた教会のことを思い出して、また聖書ももう一回ちゃんと読んでみたいなっていうふうにその時思いました。それで教会にもまた行ってみたいなっていうふうに思ったんですね。そして私 の, 近所に、クリスチャンのお友達がたまたまいまして、その話をしたら一緒に聖書を読んでくれることになって、で何回か一緒にご一緒していただいて、そしたらなんとなく自分が元気になっていくのが分かったんですね。どうして生まれたんだろう、そしてどうして今生きてここにいて、それからこの先どこに行くんだろう、そういったことがだんだんとこう分かってきたら、やっぱり安心が生まれたんだと思います。それで、私は教会にまた行き始めました。で何十年ぶりかで教会に行った時、本当に懐かしいなって思いました。でオルガンの音も前に聞いたのと同じで、そのオルガンの音を聞いた時、こうお帰りなさいっていうふうにね言われている、そんなような気がいたしました。それで、礼拝に出ているうちに、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかって死なれて、そして3日目によみがえったというこのことをよく理解できたので洗礼を受けました。そして今に至っています。それでは次はですね、アメージンググレースを、やっぱり弾き語りで演奏いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に歌声も癒されますね。ぴったりハープのことと、はい、聖書の中でダビデが
盾ごとを見た時に、はい そ, ね、はい、そのなんかこう本当にサウル王が、はい、それを聞いて癒された、はい、悪い霊が出てきた、なんか本当に今の時代この音ってすごく必要なんじゃないかなって。そうですね、うん、おかげさまで私は、老人ホームとかで演奏することが多くて、はい、読んでいただいて、ま、賛美歌とかはねやっぱり公の場所なので、クリスマス以外はなかなかできないんですけれど、はい、でも意外とですね普通の、曲の中にも、もう聖書のね教えというかをマッチできるようなのも見つけられたりして、はい、例えば、オーバーザレインボーっていうね、はいはい、虹の彼方へっていう僕も大好きです。ね、その中でねできるできる私にはきっとできるこんなに小さな鳥が、飛べるんだから私にはもっと、できるっていうなんかね、うん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 、それはそのままですね小さなこんなに小さな鳥でも恵まれているので、なおさらのこと、うん、あなた方はもったいされてるっていうそういうそうですねそういうのをね、リンクさせたりしています、はい、そうですか、はい、じゃあこれからの活動の、ビジョンというかやっぱりそういう、はい、ハープを持ってそうです、ね、いろんなところにそうですね、まあ、幼稚園なんか、まあ、最近はちょっと小さいお子さん の,、はい、ところでも演奏させていただいていることが多いのでそういった時はねこういう小さいハープとかを、電車でも行けるのでね、持って行ったりしていますしあと本当に地域でなんかこう自治会の交流会とかですね、はい、そういったところでも最近呼ばれて行くこともありまして本当にちょっとおかげさまでこう範囲が広がって、ね、忙しくされてるって聞いてるそうですね、はいはい、でもそのさっきも言いましたように賛美歌はそんなに歌えないですけれど、うん、でも次の曲で、演奏させていただくんですが例えば映画のね、うん、タイタニックという映画の中で、はいはい、主を身元にが使われているんですね。で、映画音楽としてそういった賛美歌も最後にエンディングにね弾かせていただくこともしています、はい、もうさらに活動の場がね広げられていくのを楽しみにしていますそして、はい、ぜひ日本全国このハープを持って多分お呼びがかかるんじゃないかなと思いますけど、できる限り伺えたらと思っております、ね、はい、ちなみにもう最後になるんですが、はい、まあキキさんにとって賛美っていうのは、はいはい、一言で言うと何ですか。一言で言えないかもしれないんですけど、次の曲に関係するんですけど、その主よ身元にの映画タイタニックがの中で惹かれた場面っていうのが、はい、ご存知ですか。もう沈みゆく、はい、そうですね、沈みゆく、はい、沈みゆく船の中で、うん、みんながパニックになってるんですけれど、彼らだけはもう最後まで仕事を辞めない、うんうん、はい、そして一番最後にリーダーだったバイオリニストの方が静かにその主よ身元にを弾いて、うん、そしてその場をバイオリンを片付けて去っていったっていう場面が私は印象的だったんですけど、はい、私ももしそういう豪華客船に乗ることができたら、ね、そしてその沈没するようなことが起きてしまったら、うん、っていうのをやっぱり考えるんですね、うん、でやっぱり同じようにしたい最後の時もこう静かに賛美をしてそれを誰も聞いてないと思うんですね、パニックですから周りはね、うんうんうん、でも神様が聞いてくださっているはずなのでそういうふうに最後までハープを奏でて、賛美をしたいという、ま、願いというか希望です。はい、そうですか本当素晴らしいですね、今日の、ゲストは、ハープバイキキさんでした。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。番組をご覧になってくださっている皆さん本当にありがとうございます。我が魂の賛美、シーズン2では、本当にさまざまな、アーティストをお迎えしておりますけれども皆様からの
いろんなリクエストや、またこの番組に対する感想などを、受け付けております。CGN テレビの、ホームページに、アクセスしていただくか、もしくは郵送にて、お便りをいただけたら、とても嬉しいです。引き続き、この番組を、ご覧いただければ、幸いです。それでは最後の曲とともに、お別れにしたいと思います。ありがとうございました。